君たちの、ほんの少し前を歩く先輩として、この言葉を最後に送ります。夢は見るものじゃない、夢は叶えるもの、そして夢を叶えること、それは強い意志を貫くこと。君たちの未来に期待します。卒業おめでとう。誰もいないグランドの名前刻んだ桜の下、いつか君ともう一度ここに来ることを約束しよう。チャイムの響く校庭の片隅に咲く花のように、優しく笑ってくれた君だけに伝えたい、ただありがとうと。僕たちはいつの日にかまたこの場所で出会う、その日まで野に咲いた花のように、決して負けずに強く咲きたい。通い慣れたこの道も、教室から見える景色も、いつまでも忘れないよと涙浮かべた君の笑顔も、いつも見慣れた夕暮れが桜並木を染めてゆく、僕たちはそれぞれの思い出を胸に抱いて歩き始める。いつか見た夢の場所へたどり着くまで諦めないで、まだ何もない花だけれど決して負けずに強く咲きたい。
いつの日か歩いてきた道を振り返る時が来るまで野に咲いた花のように決して負けずに強く咲きたい僕たちはいつの日にかまたこの場所で出会うその日まで野に咲いた花のように決して負けずに強く咲きたい決して負けずに強く咲きたい咲きたい亮いるか亮立ってみろYakusoku wa mamotta karna.